新川は、香川県北郡三木町から、高松市東部を流れる新川水系の本流で、二級河川。高生山の北方、三木町大畑蟹は座3番付近に源を発して、北流した後、三木町大畑開きあさか所で西に流路を展示、再び、高松定地東部をか須川と、並行して北流し、高松市や島西町付近で、瀬戸内海へ流れる。支流は、 三木町大和座開きで、古川、高松市東山崎町付近で吉田川、最下流部の川口付近で春日川などが合流する。指定延長1 8 6 9 3トル流域面積131.9平方キロメートル、支流を含む指定総延長は約9 8トル新川の西側に流れる支流の春日川は、元は一つの河川であり、 東山崎町付近で現在の春日川へ合流していたと考えられている。古墳時代に新川は春日川から切り離され、その際川名を新しい川という意味にちなんで新川と名付けた。また、中流の三木町大技開き付近の人工的な流路形状は上理性志向時代の流路変更によるものと考えられている。ちなみにこれと同じく人工的に 流路変更されたのが、三木町大和池堂と高松市亀田、南町付近における吉田川である。これらの河川は伏流して水量に乏しいが、大雨の時には、洪水被害が頻発する。かつて北部と河市には一毛作の出現も少なく、なかったが、河川の砂を用いて、角度を行い、肥沃な国倉地帯となった。これらの川には遺跡を設け灌溉水源に当てているが、 不足する山大寺池、小川下池、男井間池、久米池など多くのため池が設けられている。高度経済成長期には中流部から下流部の地域では住宅地下や人口増加が著しく進んだ。典型的な香川県における河川の特徴として、平時は水量に乏しいものの、高雨時には急激に水かさが増す。 そのため下流部周辺ではたびたび洪水に見舞われており、過去には1972年9月の台風20号、1987年10月の台風19号が周辺に特に大きな被害を与えている。ありがとうございます。